IA2 クラス A2 スタート5秒前。1台加速がいい。ゼッケン111、ヤマハのジェレミー・マーティンがホールショット。あと1コーナーで多重クラッシュがあったようです。さあレースはヤマハのジェレミー・マーティン、ホンダのティム・ガイザーが抜け出し、井上、富田、勝也、大塚と続き A ターンへと向かいます。このヒート2、早くも AMA チャンピオンと世界チャンピオンのバトルが開始。そしてティム・ガイザーがジェレミー・マーティンをかわしトップに浮上。オープニングラップから激しいトップ争いとなっています。世界チャンピオン、AMA チャンピオンの戦いが見られるのは今大会だけのスペシャルマッチです。これはトップを走っていたティム・ガイザーが転倒しています。そしてトップグループはジェレミー・マーティン、勝谷武史、富田俊樹のトップ3のオーダー。日本人ライダーの勝谷、富田が世界を相手に健闘しています。そしてこの富田は今シーズン AMA モトクロス、ネーションズにも参戦し、世界の走りを肌で感じ、経験を積み成長してきたライダーです。レース4周目、トップのジェレミー・マーティンがじわじわと2番手以降との差を広げ始めています。しかし勝谷武史も負けていません。ヒート1では残り1周というところでジェレミー・マーティンにかわされ3位となっているだけに、このヒート2では少しでも挽回したいところでしょう。そしてこちらは5番手走行中、ゼッケン31、鈴木の竹中純也。シーズン前半は怪我に悩まされながらも2勝、後半からは徐々にペースを取り戻し、現在ランキング3位につけているライダーです。こちらはトップのジェレミー・マーティン、独走状態となっています。そしてティム・ガイザーは12番手を走行しています。ここで順位を整理しておきましょう。トップジェレミー・マーティン、2位勝也、3位富田、4位ノーツカ、5位竹中、あっとティム・ガイザーが7番手まで上がってきています。そして田中雅美の背後にゼッケン243、ティム・ガイザーが迫ってきました。そしてルンバルンバ2で並んで、ヤマルームターンで前に出ました。ティム・ガイザー6位浮上。レース12周目、5番手を走る竹中の後方に姿を見せたのはティム・ガイザー。一周一周確実に前との差を詰めてきています。竹中、ティム・ガイザーと縦に並んでフィニッシュラインを通過していきます。ティム・ガイザー、どこで仕掛けてくるのでしょうか。さあテクニカルセクションに入る手前でティム・ガイザーが前に出た。竹中をかわして5番手。レース序盤の転倒で最後尾近くまで順位を下げたティム・ガイザーでしたが、5番手まで順位を回復させてきました。変わってこちらは2番手単独走行となっている勝谷武史。勝谷は海外ライダーと戦うために帰ってきたと語っていましたが、今シーズンのチャンピオン富田俊樹にも絶対負けない、自分の方が早いんだと証明してみせると語っていました。対する富田は現在3番手を走行中。勝谷にどこまで迫れるか。そしてこちらはルーキーゼッケン01番の古賀大輝。
今シーズン初表彰台に乗るなど今後が楽しみな若手ライダーです。そしてレースはファイナルラップ。そして最終コーナーを回りきりトップチェッカー。2位勝也、3位に富田、4位ノーツカ、5位ティムガイザー。新しい発見がある、爽やかな緊張感がある、僕たちのスポーツ体験 MFJ はモーターサイクルの安全と国際ルールに基づいたモーターサイクルスポーツの正しい発展を推進しています。スポーツに参加するにはまず MFJ ライセンスを。お問い合わせはご覧の電話か看板のMFJ スポーツ協力店へ。